アレクサンデル・モイシェイエビチ・ピアティゴルスキーは、ソビエト連邦出身のユダヤ人哲学者、言語学者、小説家。1929年、アレクサンデル・ピアティゴルスキーは、モスクワで生まれた。父は、夜勤学のカレッジで、技術者及び講師として勤務しており、第二次世界大戦では、父と共に、ウラルに疎開し、主任技術者を務める父と共に、 兵器生産に関する仕事をしていたという。モスクワ大学では哲学を専攻し、1951年に卒業すると、翌年にスターリングラードへ移り、高校の歴史教師として働き始めた。1957年に、モスクワ東洋研究所で働き始めると、ジョージ・ロルシッチの指導家で、ヒンディー語とタミル語を専門とし、タミル語の辞典の編集に携わった。 ピアティゴルスキーは、サンクトペテルブルク大学のヒンディー語、タミル語の教授セミオン・ルジンと共に、この二言語辞典の共同編集者を務め、1960年に3万8000語を収録して出版された。この辞書はロシア語のタミル語辞典としては、最古のものとなった。彼はまた1960年代には、 ユーリ・ロトマンが設立したモスクワタルトゥ学派の学者の一人となり、文化の記号論の理論的枠組みづくりに参加していた。1972年、ピアティゴルスキーの死にあたる仏教学者ダンダロンが逮捕された。彼は違法な仏教セクトの運営者であり国際シオニズムとつながっているとされ、教え子からも4人がセクトに関与したとして逮捕された。また、 彼のグループで逮捕を免れた人々も失職することになったという。同年、ピアティゴルスキーは友人メラブママルダシュビリを主張者として教著シンボルコンシャスネスを執筆したが、この本が出版されたのは1982年になってからのことだった。彼は1974年にソ連を離れてイギリスに渡り、当初は オックスフォード大学で教鞭をとっていたが1975年から東洋アフリカ研究学院で講師として働き始めた。1980年代には BBC のロシア語放送に定期的に出演しており、主に哲学についてコメントしていた。1990年にはソアスの南アジア古代史教授に任命された。また、2000年にロシア語で執筆した小説で、 アンドレー・ベールン賞を受賞した。2001年にソアスを退職した。2009年に亡くなるまでの3年間、ロシアから来る人々向けのセミナーを毎月開催していたという。チューダー・パーフィットによれば、ピアティ・ゴルスキーは著作の出版を時間の無駄と考えていた。このような考え方は教授への昇進には不利だったが、オックスフォード勤務時に、 友人関係を築いた哲学者アイザヤ・バーリンが直接干渉したことで1990年に教授に任命されたという。ソビエト連邦では人権に関する運動に参加していた。1964年にユダヤ系ロシア人の詩人、ヨシフ・ブロツキーに5年の国内流刑が課されたが、パーフィットによればブロツキーはピアティゴルスキーの友人だったという。 翌年1965年には、作家のユーリー・ダニエルとアンドレイ・シニャフスキーが裁判にかけられた。この悪名高いシニアフスキーとダニエルの裁判には、作家への人権侵害を嘆いて、多数の知識人が書簡を送ったが、ピア・ディゴルスキーもそのうちの一人だったという。また、プーシキン広場で行われた、最初の人権デモにも参加していたという。ありがとうございます。